始まりました。本日なんですけど、今日も持ち物を見直していきます。自分の持ち物を手放しながら皆さんに注意喚起をしていきます。今日の動画を最後まで見れば皆さんの家にある不要品に気づけるかもしれません。あ、私もあれ手放せる、そういったものに気づけるかもしれませんので、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツー手放す、どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます、いくよ。まずはこちら、おしゃれなコースターですね。前にもこういうものを手放したんですけど、実はまだ持っていたんです。もう5年とか前に買ったんだけど、安いから大量に買っていました。あの頃はやっちゃってた、すいません。こちらどこで使っていたかというと、トイレの床に置いてリードディフューザーとかフェイクキャンドルを置いている下に置いていました。ということは汚っ、汚いゾン、バチーゾン、汚くないから一応洗いましたから嫌いにならないで。はい、こちらトイレです。食事中の方すいません。隅のところにリードディフューザーとフェイクキャンドルを置いていたんです。ビフォーはこんな感じです。はい、そのように使用していました。だけどこの間掃除機をかけるときに一度どかしたんですけど、そうしたらこんな感じになったんです。はい、こちらがアフターです。全部どかしたらすんごいスッキリしました。一回こうなってしまったらこっちの方がいい、もう戻れない。掃除もしやすいしスッキリしたし、このままでいきます。はい、どうですか、どっちが素敵ですか。僕はリードディフューザーも必要だと思っていたし、フェイクキャンドルも必要だと思っていたんですけど、それにしたってスッキリしてるのは素敵。スッキリしているのが好きなんでしょうね。何もない方がいいような気がします。もしかしたら気分的なものもあるかもしれません。そういうのってあるんですよね。今はスッキリしたいからどかしていこうとか、気分によっても家に置くものは変わってきますからね。とにかく今はトイレはスッキリしておきたいので、もう長く使ってるしいいかな。皆さんも当たり前に置いているもの、そういったものを一度どかしてみる、そして見てみる、いきなり手放さなくてもいいですが、一度ない状態を見てみるのも大事かなと思います。もしかしたらそっちの方がいいかもしれませんよ。あなたの中にあるミニマリストの心が湧いてくるかもしれません。私はミニマリストの心を持っていたのか、そうなのか、そういうことにも気づけるかもしれませんので、ぜひやってみてください。はいはい、それからこちら、こちらはですね、はい、こちら帽子ですね。あ、違うだろん、こちらは帽子ではなくポーチです。名前似てるよね。こちら旅行に行く際の歯ブラシやヘアワックスや美容系のグッズを入れていました。こういうのって必要だよね。こちら確か雑誌の付録についていたんですけど、旅行先でね、最後忘れ物がないかなって言った時に、この色なら気づける、忘れ物多いぞ、ちゃんと見ろよっていうね、男だったんで、大昔ね、これだったら一発で気づけるじゃん、忘れてる、すぐ気づけるので、こちらを使っていました。こちら使い始めてから結構日にちが経っているので、結構汚れてる、正直なとこ。それだし最近旅行も行かないんでね、怖いぞ、増えてるぞ。職業的にも美容師だし、今は旅行にあまり行けないんですよね。だからこちらこのタイミングで手放して、次に旅行に行く時に新しいのを購入していきたいと思います。僕が旅行に行った動画とか皆さんが見てくれたらいいんですけどね。需要ないぞ、誰も見たくないぞ。そうですか、そんなに。皆さんももしかしたら旅行の時に使っているもの、そういったものもチェックしてみると手放せるものがあるかもしれません。旅行に行く時まではしまっている、そういうこともあると思うので、気づきにくいかもしれません。ぜひ見直してみましょう。はい、それからこちら、はい、こちらピアスです。痛いぞ、痛すぎるぞ。こちら洗濯物を干す時に使うものです。ちょっと耳が赤くなってる。こちらなぜ手放すかというと、他にも同じようなものがあるので、2つは必要なくなってしまったんですよね。そもそも靴下とかパンツとかタオルとかそんなに持っていないので、減らすこともできているので1個で十分で、1つを全然使っていなかったんですよね。ずっと畳んでピアスとして使っていました。使ってねえよ、まだ赤いんだけど。こちら完全に余ってしまったので手放していきます。お洗濯に使っているお洗濯バサミや、こういったお洗濯グッズ、お布団をお洗濯して干す時に使う大きいお洗濯バサミとか、おつけすぎだな、気づいてたぞ、すいません。とにかくお洗濯関連のもの、干す時に使うもの、そういったものも見直してみてください。結構余分に持ちすぎている可能性があります。ぜひ見直してみましょう。はーい、来た。はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが手放すものもあと一つとなりました。早速発表に移ります。ミニマリストが最後に手放すものいきますよ。こちら、毛布です。はい、こちらです。僕は普段無印良品の毛布を愛用しているんですけど、こちらは無印のものではございません。ございませんでございます。ございませんでございます。
ござわせんでござわす。こちらは安い服とか布団とかをね売っているような店で1500円ぐらいで買った毛布ですね。安いんだけど手触りが本当にいいんですよね。本当に最高なんですよね。こちら冬用の敷きパッドのような感じで下に敷いていました。汚の汚いズンバッチンズン。汚くないからちゃんと洗いましたから。普通にかける用は無印良品のものを買ったんですが、こちらを手放すんではなくて、あ、人に敷いちゃえばいいじゃん、いい感じじゃん、そういう感じでね使っていたんですけど、やっぱりズレズレちゃうの。布団の上では暴れんぼ。いびきとかは全くかかないから安心して。何の情報だ、すいません。こんなに寝相は悪くないですが、やっぱりズレているのが気になりますね。やっぱり敷きパッドの四隅にあるあのゴムは必要だ。あれすごいゾン、ズレないゾン。そろそろこちらはよしにして、ちゃんとした冬用の敷きパッドを購入したいと思います。今こそ買い替えたいと思います。皆さんの家には使っていない毛布とかありませんか？使っていない布団ありますか？何年も何年も使っていないなら、ぜひ手放すか検討してみましょう。そして冬用のものを買うなら、冬の始まり今の時期に購入することをお勧めします。長く使っていけるし、早くからいい方がいいでしょ。今日から気持ちいいんだよ、あったかいんだよ。ぜひ僕と一緒に見直していきましょう。はい、これでおしまい。はい、今日手放すものを一気見せ。それがこちら。今日も手放すものが出ました。はい、こちら汚いぞ、バンチーぞとか言ってごめん。本当にありがとう、お疲れ様。はい、こちら旅行用に使っていたポーチ、稽古ポーチ。長い間ありがとうね、一緒にいろんなとこ行ったね、寂しいよ。結構汚しちゃってごめんね、お疲れ様、ありがとう。はい、こちらの洗濯用グッズも手放す。こちらの毛布も手放す。いつも乗っかっちゃってごめんね、臭くてごめんね、臭くないやん、いい匂いでやん。長い間ありがとう、お疲れ様。はい、今日もこれだけ手放すことができました。すっきりしました。はい、いかがだったでしょうか。今日も持ち物を見直して手放していきました。今日思ったこと、生活をしていく中でちょっとした不満ってあると思うんですよね。なんか使いづらいな、ちょっと不便だな、そういった不満ってあると思うんですよね。そういった不満こそが持ち物を手放す、持ち物を見直すチャンスだと思います。その不満が小さなものでも、何日も何ヶ月も何年もその状態で使っていると大きな差が生まれてしまうかもしれません。気持ちよく生活をしていくために、そういうことに気づけた自分の感覚を大切にしていきましょう。はい、今日の動画が参考になったよ、気持ちよかったよ、私もモチベーションが上がったので家の持ち物を見直していきますと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。コメントも本当に嬉しいです。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは本日は以上です。僕はこれから仕事に行ってきます。皆さん一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また会いましょう。バイバーイ。